なんかね、痛い時はマジ痛い。どこが一番痛かった？この鼻の横、まあおでこも痛いな。これどこのドブから取ってきたんですか？これ絶対違いますよね。イロシキーズです。今日はちょっといつもと違うところから来てるんやけども。そうね。どこにいると思います？どこですか？これは表参道メディカルクリニック銀座院。あー、よく言いました。とう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 ビューティーになります。いつもカメラでね、なんとかしてあの肌のあれだったりなんかいろんなたるみだしみだをね隠し回ってたんやけども、やっぱロシア人は30超えたらもう年やって言われんねん。すぐ俺もう劣化が激しいとか言われるやろ。言われてるやろ。いやいや、もう最近顔でかいとか言われてる。そうやろ。そして今日はしっかりとしっかりとした施術とかを教えていただきたいということで、ちゃんとした方に来ていただいております。よかった。ちゃんとした、ちゃんとしてない方もおるから。いろんなクリニックが世の中にあって、ちゃんとしてないクリニックもあるんやけども、私がしっかりいろいろ調べてここは大丈夫そうっていう方に、今回はちゃんとしてしてるところを選びさせていただきました。ご安心をできます。さやか先生でございます。さやか先生、よろしくお願いいたします。超可愛いです。さやか先生でもね可愛いんだけどもね、スタッフさん同士の会話の時にいきなり仕事モードに入る姿が私は怖いと感じたんです。でもめっちゃ多分仕事できるし、顔を見てどこが悪いか言って、どこが悪いか言ってっていうのをちょっと事前にねお話ししたことがあるんだけども、顎とか俺がほんまにちゃんと気にしてるところをちゃんと言ってくれるから俺も大好きです。あー、もうはっきり言ってくれましたね。ちゃんとしたカウンセリングであったりとかまだやってないので、そういうところからちょっと一からやってビューティーにしていただきたいなと思って、ちょっとじゃあやりましょう。緊張する。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしたら、じゃあプラスは何が来るんだろう。もう非常にもありとあらゆること、非常に今一番ずっと悩んでることなんですけど、クレーター肌っていうのかな。はい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 。あの子供の時めっちゃニキビできて、ほんでこっちもこっちもクレーターになってんので、これをもうなんとか直したくてなんかリチノール塗ったりいろいろやったりしてるんですけど。あ、そうなんだ。なんかいい方法ないかなっていう。治療効果として上げてるのが今はポテンザかなと思います。ポテンザ何ポテンザって。そのダーマペンってこう針で穴開けてたじゃないですか。ブスブスブスってブスブスってやってて、あれを同じ感じでやるんだけど、その時に高周波っていう電磁波の一つをこう流していく。じゃあ今までのダーマペンってこう穴を開けて、要は怪我させて、それをこう自己回復の力によって直しながらクレーターになってるのを直す。ちょっと薬が加わるってことなんですか？あ、そうそうそう、薬とか。なるほど。じゃあより効く、より血が出づらくなる。多分ダーマやった後とか結構血がすごい、血まみれ、血まみれ、もうめっちゃ赤いです。血まみれ超痛かった。はい、えちゃんはお悩み気になるところは？でもやっぱりなんかコロナになってから結構マスクつけることが多くなってめっちゃ荒れるようになったんですよ。繰り返し同じところにニキビができたりとかあったりして、はいはいはい、肌質をもうちょっとなんか毛穴をきれいにしたいっていうか、ニキビができにくい肌にしたい。OK です。ちょっと見ましょうかね。少しじゃ鏡を止めて、はい、ちょっと上に止めて。やっぱりマスクの摩擦がすごく良くないの。で、お肌がこう乾燥しやすくなっちゃうっていうのが一つと、あとはマスクして蒸れるじゃないですか。ずっと喋ってると蒸れてきて、で外すとそれが乾いて乾燥しちゃって、だから肌のバランスがこうなんかうまく取れなくなってくるっていうのが結構肌トラブルの原因になったりはします。それが今すごい多いかも。そうだね、やっぱ肌綺麗って全然違うじゃないですか。あ、確かに。もうそれだけでね、見方とかもすごい変わるから、お願いします。はい、はい、老化を止めましょう。じゃあ、はい、えいえい、おー、何やこの昭和。まあそういうことで、すっきりです。何笑ってんの。自分の顔も。え、そんなんもう普通や。え、なんか何するってあれじゃん。え、うちは毛穴の掃除、ハイドロ。ハイドロ。ハイドロフェイシャルをやる。ハイドロフェイシャル。うん、で俺がなんか、ポテリア。ポテンザ。ポテンザ。ポテンザする。なんか基本的にこう、ここのクレーターとかをなくすっていうね。うちはもう詰まった毛穴の中を掃除してもらえる。うん、で、それを、ね、今日1日目という形で、まあ、今後どうなるやろうなっていうのを見ていきましょう。メイクしなくてもいい肌になりました。麻酔をするらしい、ぬる麻酔。うん、麻酔塗っていきますね。はい。おでこからいきます。はい。ほんとだ。
なんかな、効いてきてる、麻酔あのピリピリピリっていうのもね感じて、なんかちょっとなダーマペンとかよりもなんかラジオ波っていうのが出るからちょっと痛いなんて、だからなんかそれよりも長めに置くらしいわ麻酔。なんかすごい日焼けした人みたいな。あ、ほんと？うん、なんかね、痛い時はマジ痛い。どこが一番痛かったの？この鼻の横痛そう。ここと、まあおでこも痛いな。なんかね、シカパックらしい。でも、市販のそういうシカパックとかと違って濃度が強いらしい。炎症とかすごい抑えてくれてめっちゃ気持ちいいよ。でも全部取れたん？これで。うん、すごい。はい、それではハイドロフェイシャルやっていきたいと思います。今日はハイドロフェイシャルやっていただけるのはこちらの、はい、看護師の青野あかねです。お願いします。お願いします。痛いですか？いや、フェイシャルで痛いっていう人はあんまりいらっしゃらないんですけど、敏感な方だとたまにちょっとヒリヒリ感する方はもしかしたら感じる方もいらっしゃるかなと。ちょっと楽しいです、うん、優しくお願いします。お願いします。こっそり毛穴の汚れを取っていきましょう。イエイ。お願いします。はい、じゃあ早速やっていきますね。なんかめっちゃ緊張するなこれ。なんか穴開けたりとかなんかぶっ刺してるとしませんよね本当に吸い取られてるなって感じはすると思います。なるほど。早速やっていきます。最初はあの毛穴の汚れを浮かす作業から。今ですね、汚れを浮かしていったので。なるほど、これで浮かしたんですね。そうなんですよ。で、次がピーリング剤を塗っていきます。で、本当はハイドロフェイシャルだとグライセルっていう専用のピーリング剤があるんですけど、それとは別にちょっとニキビ肌とか、まあ、脂性肌の方とかだとグライセルの代わりにサリチル酸ピーリングっていうのをつけて毛穴の汚れのお掃除をしてあげた方が一番お肌の表面の角質層っていうところをもう柔らかくしてくれるので、お肌のこう生まれ変わりが正常になるのでニキビができにくいお肌とかになるんですね。めっちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。今サリチル酸を塗り終わったので、はい、毛穴の汚れを早速取っていきますね。こちらお鏡をお渡しするので結構右と左違うの分かります？全然違いますじゃないですか。全然違いますよね。はい、ということでハイドラフェイシャル以上になるんですけども、ありがとうございます。今お痛みとかひりつきとか大丈夫ですか？全然大丈夫です。毛穴の汚れを取ったんですけど、最後ちょっと廃液をお見せできるってお話を、ちょっと見たいですね。はい、それがこちらです。え、なんこれがですね、お色味というよりもあのこれどこのドブから取ってきたんですか？これ絶対違いますよね。これはお顔の方の本当ですか？これそうなんですよ。白のこう浮いているものわかります？これがあの毛穴の汚れになります。すごい綺麗な、綺麗に取れてる。綺麗、綺麗じゃないの？知らないです。先生すっきり、すっきり。あと何回かやれば、そうですね、もっともっと良くなっていくってことですもんね。終わった後もちょっとツヤ感が出てると思うんですけど、だいたいそのこれが本当に一時的な毛穴の汚れを取るお掃除なので、だいたい月に1回とかやっていただけると綺麗には維持しやすいかなと思います。満足です。これでハイドロフェイシャル以上になるので、次がメソナ J ですね。メソナ J、 メソナ J です。ちょっと施術に移らせていただきます。メソナ J も痛いですか？メソナ J は鉄の味がするって言われました。鉄の味がする特殊な電気パルスを使った施術になるので、ちょっとご説明しながらやっていきます、ね、怖い先生優しくしてくださいね。で一人でやってるのか分からへんねんけど本当はこれ二人でピロシキーズのブラスとアレちゃんでやるんですけど、うん、先生すいません。どうしたんですか？アレちゃん今日気になんです。あの食中毒になっちゃって、そう昨日生魚を食べてから PP が止まらないということで、今日は便座の上でちょっと待機そう
まあでも私がね、大掛かりなものをやろうと思ってるんで、ちょっともう私はやりたいって来ました。やっぱ担任がなんかいろいろできてる気がするんですよ、僕は。それをこうちょっとでも改善したい、していきましょう、はい。まあ、今のお悩み、いろいろ聞いて、まあ、その中でショートスレッド、まあ、短いタイプの糸ですねと、あとはボトックスとヒアルロン酸を駆使して、まあ、どういう風にやるかをちょっとこれから相談なんですけど、でやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。気になるのはやっぱりなんか僕ね、全体的に顔が左右って違うんですよ、すごく、はいはいはい、こっちとこっち で目の高さもなんかこっちの方が上で、はいはい、眉毛もこっちが上がる癖があって、笑うじゃないですか、こっちの方がなんか上がる、で喋る時もなんか気づいたらこっちの方がこうどんどん上がっていくというか、右側は目が上がってんのに口は下がってて、左側は目が上がってへんのに口が上がるっていうのが地獄なの。まあ、あとなんか唇、あ、唇ね、ここの、まあ、長さというか、唇薄いからここもっと長く見えるんちゃうかって、話した滑走路とも呼ばれてるんで、ここが長すぎるのがちょっと気になったりするかな、そうするとちょっと優しめに全体的に、まあ、おでこの動きと、あとこっち側の眉毛の動きかな、を多少緩める感じにしようかなっていうのと、こっちもちょっとだけ動きがこうグッとなりすぎてるところを緩めてあげるのと、あとはまあここの緊張がちょっと強いからそれも取ろうかなっていうので、それはちょっとボトックスでやっていこうかなと思います。あとは唇、少し上唇が多少薄い感じだから、そこの部分を多少こう持ち上げる感じで、顎の形ちょっと形整えようかなっていうのと、何をやるんですか、何をするんですか。やるのはなのでボトックスと、あとはここら辺の調整はヒアルロン酸、ショートスレッドとかショッピングスレッドって言って、まあ、短いタイプの糸をごちゃごちゃでやろうかな。ボトックスが筋肉の動きを緩める、でヒアルロン酸は足りない部分を、補うボリューム、で補って、糸はコラーゲンを作る、でもう張りを出していく、あとはちょっとこうボリューム強すぎるところのボリュームをちょっと抑える、あとはもう引き締め効果とか多少こうリフティング効果もあったりするので、ボリュームのちょっと移動したりとか、じゃあちょっと楽しみ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ります。じゃあボトックスのマーキングから始めていきます。じゃあ眉毛グーッと上に上げてもらって力抜きます。一回力抜いて、確かに、せーの、ちくん、これは余裕だわ。あ、余裕？先生は痛いという言葉をずっとくるで。いや、顎が一番痛かったわ。なんかやっぱすごいねって思う自分で。そのこの上がってる唇自体がこうキュッて、今まであんまり上がってなかったのが、ボトックスとヒアルロン酸は終わって、今から次の糸を入れるのをやるんやけど、その前に麻酔クリームを塗って、そっからなんか30分待ってからやるらしい。全部入りました。はい、ボンちゃん、そしたらお塩聞いていいよ、酸素だけにしてもらって。というわけで施術が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、今ちょっとね、やっぱ晴れてますよね、はい、ちょっとね、笑ったりとかしづらい今、ちょっと笑えへんなっていう感じになってて、麻酔が効いちゃったりとかね、全体的にしてるので、多分かなり顔動かしにくいと思うんですけど、ある程度しっかり入れちゃってるので。何本入れたんですか。全部で100本。私は今100本で釣り上げられてるわけですね。じゃあ、え、でどうなるものなんですか、その糸の効果っていうのは。ここから針が引いて、あとはコラーゲンが作られてきて、それとともに全体的にお肌のハリ感と締まり感が出てきます。でこれはどのくらいコツというか、中に入ってるものなんですか。大体半年から1年ぐらいとか。なるほどな。
じゃあちょっとこの後ハリエが引いてダウンタイムっていうのかなんか終わった後で改めて撮影してどんな顔になるか、まあ、今はこれ完成形ではないので、この後完成形になったら写真というか映像でまたお届けします。この後今日はありがとうございました。ありがとうございました。感想な、私はすごく満足をしている。ご覧ください。私を私はね、今まで肌綺麗って言われたことないけど、自分が通ってるジムでめっちゃおでこ綺麗っすねっつって初めて言われた。おでこ、だっておでこしか出てへんから。そっか。マスクしてるからな。で、じゃあ聞いたんや、その 何やったんだっけ、あれちゃん。ハイドロフェイシャル。ハイドロフェイシャル。毛穴の中を綺麗にしていて、でこうブツブツなくなったりして、なんかすごいツルツルなるわけよ。とメソナ、なんかいろんなビタミンを肌の奥深く届けることができるっていう。じゃあまあやっぱ肌ケアを基本的にはした感じやったんやな。肌ケアなんかすごい効果あるなと思った。私はね、やったものポテンザってやつ、針でじ穴開けていっぱい、ほんでラジオ波流して、ほんで薬を入れて、ちょっと肌を良くするってやつがやった、とここにボトックスで、ほんでこっちの眉毛がめっちゃ高くいつも上がる癖があったから、ここにボトックス、ほんで口がいつもこっちがこう上がる癖があったから、ここにボトックス、ほんでここにボトックス、めっちゃ打つやん。ほんでここに顎を出すためのヒアルロン酸を入れました。めっちゃ打ってるやん、いろんなもん。そしてここにもヒアルロン酸、唇ですね、入れました。なんでお前入れてんの、唇。ちょっと唇が少しだけ大きくなりました。そしてこことかこことかに糸を100本入れました。100本って言ってもなんかこう短い糸ね、ショッピングリフトっていうらしい。理想としてたことが叶った。まあ顔の丸くなってたやつも1週間ぐらいするとヒューって引き締まってきて、最初は痛かったのよ、糸が。糸ね、やっぱ突っ張ったりとかするからね。そう、ピリピリっとしたりする感じあったねんけど、なんか笑ってんだけど痛がってるみたいな。そう。そうタイムほぼほぼなし。ほぼなしやな。俺もう翌々日から生放送出たし、だから今思ってんのもっと唇入れようかなとか、なんかそっちの感覚になってきた。じゃあ私も唇入れようかな。あとね、なんかやっぱ顎がね、俺顎なしなのよ。いや顎あるでしょ。いや今あるけど、すごい顎なしなのよ。顎なしとしてはまだ顎なしだけど、やっぱちょっとこう出して大丈夫かなと思ってたけど、俺だからこれから引き続きこの唇とここへのヒアルロン酸を入れるという作業は今後やっていこうって決意した。ずっとそれはちょっと今後やっていく。ほんで糸に関してはなんか聞いたところによると、時間をかけて徐々に溶けていって、ほんでそれがさらに張りを出すとかそういう効果を出すらしいから、これからますますビューティフォーになるんかなとか思って。大満足だね。すごい満足。満足、うん。先生もすごい丁寧にカウンセリングで納得いくまで聞いてくれたもんね。うんうんうん。